し夜空、馬娘育成イベントで心を解き放つ、あなただけの物語。夜空を見上げると、どこを見ても同じ。世に見える星が、実はそれぞれ違う輝きを放っていることに気づきます。まるで、馬娘の育成イベントのように、同じように見えるイベントの中に、あなただけの物語が隠されているのかも。知れません。仕事や勉強に追われ、疲れた心と体は、時折、休息を求めているのではないでしょうか。あのイベント、どうすればクリアできるんだろう。この馬娘、もっと強くしたいんだけど。そんな悩みを抱えながら、夜遅くまでスマホを触っているあなた。この動画では、馬娘の育成イベント、眠りに誘う、優しい音楽と共に見つめ直していきます。育成イベントの攻略方法や、最強馬娘の育成論は、他の動画やサイトでいくらでも見つかります。でも、本当に大切なのは、育成イベントを通して、あなた自身の心がどのように変化していくのか、その過程を、楽しむことではないでしょうか。例えば、苦手なイベントをクリアできた時の達成感や、愛着のある馬娘が成長していく喜び、そして、一緒に、エースを走る仲間との絆。これらの感情こそが、あなたを癒し、達成の活力へとつながる、かけがえのない宝物です。この動画では、そんな心の奥底に眠る感情に寄り添いながら、馬娘の育成イベントを、新たな視点で見ていく。お手伝いをします。さ、一緒にゆったりとした夜空を眺めながら、馬娘の世界に浸ってみませんか。あなたの心に寄り添う、優しさと共に、穏やかな時間を過ごしましょう。きっと、疲れた心と体は、この夜空のように、静かに眠りにつくことでしょう。馬娘睡眠導入教、育成の肝を解決。初心者さんも安心の解説動画。こんばんは。馬娘の育成に悩んでいるあなた。この動画では、馬娘の育成について、初心者さんから上級者さんまで、誰でも理解できるような解説をしていき、ます。なぜ、馬娘の育成って、こんなに難しいの？新シナリオの育成、さっぱりわからない。因子って、どうやって集めればいいの？で、長距離育成するときのサポか、どうすればいいの？そんな疑問をお持ちのあなたも、ご安心ください。この動画を見れば、馬娘の育成について、きっと理解が深まります。まずは、馬娘の育成の基本から説明していきます。馬娘の育成では、トレーニングやレースを通して、ステータスを上げていきます。ステータスには、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さ、そして、スキルがあります。これらのステータスをバランスよく上げていくことで、レースで勝利できる強さを手に入れることができます。次に、馬娘の育成に欠かせない因子について解説します。因子とは、大家馬娘から受け継ぐことができる、遺伝情報のようなものです。因子には、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの5種類があり、それぞれにレベルが存在します。因子レベルが高いほど、そのステータスに大きく影響を与えます。例えば、スピード因子レベル5の馬娘は、スピードステータスが非常に高くなります。因子レベルは、大家馬娘のステータスや因子レベルによって決まります。そのため、因子レベルの高い馬娘を親にすることで、より強い馬娘を育成することができます。続いて、育成シナリオについて解説していきます。馬娘には、様々な育成シナリオが存在します。シナリオによって、レースの種類や難易度、育成目標などが異なります。例えば、
グランドマスターズというシナリオでは、1レースを勝利することが目標となります。一方、新シナリオでは、ストーリーを進めながら育成していくことができます。どのシナリオを選ぶかは、あなた自身の育成目標によって決まります。最後に、サポカについて解説します。サポカとは、サポートカードのことです。サポカは、トレーニングやレースをサポートしてくれるカードです。サポカには、様々な効果があり、育成を大きく採用します。例えば、スピードトレーニングの効果を上げるサポカや、レースで有利になるスキルを取得できるサポカなどがあります。サポカは、ガチャなどで入手することができます。育成目標やシナリオに合わせて、適切なサポカを選びましょう。この動画では、ウマ娘の育成の基本的な知識から、具体的な育成方法まで解説しました。ぜひ、この動画を参考にして、あなたも最強のウマ娘を育成してください。そして、ウマ娘の世界を存分に楽しんでください。ゆっくり休んで、明日も元気にウマ娘を育成しましょう。睡眠後に、ウマ娘育成で悩んでるあなた。優しい解説で眠りに落ちよう。ウマ娘、楽しいですよね。でも育成って、難しいと感じてる人も多いんじゃないかな。特に医師とか、サポカとか、初めてだとわけがわからないですよね。私も最初はそうでした。を目指してるんだけど、なかなかうまくいかない。フレンドから医師借りる回数って、3回までってほんと。育成のコツとか、もっと知りたいんだけど。そんな悩み、よくわかります。私も、最初は育成で何度も失敗して、いやもう眠れなかったこともありました。でも、色試していくうちに、だんだんウマ娘の育成が楽しくなってきました。この動画では、私が実際に試して効果があった、ウマ娘育成のコツを、優しく解説していきます。難しい専門用語は使わないので、安心してみてください。例えば、石って、実はフレンドから借りなくても、自分で集める方法があるんです。しかも、フレンドから借りるよりも、自分の好きなウマ娘の石を集められるので、育成がもっと楽しくなります。サポーカーについても、どれを選べばいいのか、迷う人も多いですよね。でも、実はサポーカーにも相性があるんです。例えば、スピードとパワーを上げるサポーカーと、スタミナと根性を上げるサポーカーを組み合わせると、より効率的に育成できます。もちろん、育成には運も必要です。でも、コツを知っていれば、運任せじゃなくても、ある程度は結果をコントロールできます。この動画を見れば、ウマ娘の育成について、もっと深く理解できるはずです。そして、きっと、あなたも、ウマ娘の育成が楽しくなるでしょう。眠る前に、この動画を見て、ゆっくりとリラックスしてください。そして、明日もウマ娘の育成を楽しみましょう。ネット上の感想。ウマ娘の育成で悩んでいたけど、この動画を見たら、少し安心しました。優しい解説で、眠る前に見たら、ぐっすり眠れました。イージーやサポーカーのこと、よくわかりました。特に、フレンドからイージーを借りなくても、自分で集められる方法があるって知って、すごく嬉しかったです。初心者でもわかりやすく説明してくれて、本当に感謝です。明日からもっと積極的に育成に挑戦してみようと思います。この動画を見て、改めてウマ娘の奥深さに気づきました。これからもいろんな情報を教えてください。ナレーションの声が、すごく落ち着くので、眠る前に聞くのがおすすめです。爪、睡眠導入に最適。育成ランク目指すあなたへ送る、穏やかな夜の解説。予
を見上げると、ここと輝く星が、あなたを見つめている。でしょ。世俗の中に、優しい風がそっと頬を撫でる。そんな穏やかな夜に、馬娘の育成に奮闘しているあなた。どうしてあの人は二条を達成できるんだろう。恋以上って、一体、どんな育成をすればいいの。評価が欲しいけど、最低条件がわからない。ランクも作れない。一体、どうすればいいの。無料10連キャンペーン、復活しないかな。トレーニング失敗したら、リタイアした方がいいのかな。そんな悩みを抱えているあなたも、きっと安心できるはずです。この動画では、ウマ娘の育成ランクについて、わかりやすく解説していきます。難しい用語や、複雑な戦略は一切なし。まるで優しい語り部が、眠る前に静かに語りかけてくれるような、穏やかな言葉で、あなたの疑問を丁寧に解き明かして、いきます。深い夜空に浮かぶ満月のように、あなたの心を穏やかに包み込むような、優しい解説をどうぞお楽しみください。二条達成者の秘密、高育成のコツ、評価の最低条件、ランク育成の秘訣、無料呪霊、キャンペーン復活の願い、トレーニング失敗のリタイア判断。これらの疑問に、一つずつ答えていきます。眠る前に、ゆったりと耳を傾けてみてください。もしかしたら、明日からの育成に役立つヒントが見つかるかもしれません。そして、もしあなたが、ウマ娘の育成に疲れてしまった時は、この動画を再生してみてください。穏やかな語り声と、優しいが、あなたの心をリラックスさせてくれるでしょう。さ、一緒に穏やかな夜を過ごしましょう。ウマ娘育成、迷えるあなたへ、深い眠りに誘う、育成の極意。夜空に輝く星を見上げながら、静かな呼吸に耳を傾けてみて。ください。あなたの心は、今、穏やかな休息を求めているのではないでしょうか。ウマ娘の育成に熱中するあまり、夜遅くまで、スマホを握りしめているあなた。あのキャラをもっと強くしたいけど、どうすればいいんだろう。育成中に出てくる選択肢、どれを選べばいいか迷う。トレーニングパス、全部の星を手に入れるには何回、育成すればいいの。そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。この動画では、あなたの心をリラックスさせ、深い眠りに誘うような、優しい語り口で、ウマ娘育成の極意を紐解いて、いきます。育成期間中のターンを削って、効率的にレベルアップする方法、トレーニングパスを効率よく活用するテクニック、そして育成中に出てくる選択肢の選び方まで、わかりやすく解説していきます。さらに、新シナリオの育成について、初心者の子でも理解できるよう、丁寧に解説していきます。複雑な育成システムに疲れたあなたも、この動画を見れば、明日からの育成がきっと楽しくなるでしょう。さ、心を落ち着かせて、ゆったりと動画の世界に浸ってみませんか。深い眠りに誘うような優しい音楽と、穏やかな語り口が、あなたの心を癒してくれるでしょう。さ、一緒にウマ娘の世界を楽しみましょう。ネット上のどんな感想。この動画を見たら、育成がすごく楽になった。優しい語り口が心地よくて、眠ってしまうほどリラックスできた。育成の効率が格段に向上した。新シナリオの解説がわかりやすくて助かった。この動画を見れば、誰でも、ウマ娘育成マスターになれる。ウマ娘育成で悩んでいるあなた、睡眠の入効果抜群。賢くウマ娘を育成する方法。ウマ娘の育成、楽しいですよね。でも、なかなかうまくいかなくて悩んでいる人も多いんじゃないかな。特に、スタミナと根性。この二つをバランスよく伸ばすのが難しいって感じる人もいると思うんです。
私も最初はそうでした。何回も育成をやり直して、それでもなかなかうまくいかなくて。もう、リタイアした方がいいのかな。そう。思ったこともありました。でも、そこで諦めちゃダメなんです。実は、ウマ娘の育成には、ちょっとしたコツがあるんです。例えば、スタミナと根性を効率的に上げるには、トレーニングの順番が重要になってくるんですよ。トレーニングの順番。そんなの気にしたことなかった。そう思った人もいるかもしれません。でも、トレーニングの順番によって、獲得できる能力値が大きく変わってくるんです。例えば、スタミナを効率的に上げるには、最初にスピードをある程度上げてから、次にスタミナを上げる。トレーニングを行うのが効果的です。なぜなら、スピードが高い方がスタミナのトレーニングで獲得できる能力値が高くなるからです。なるほど、そういうことか。そう思った人もいるんじゃないかな。他にも、イエスの選び方や、サポートカードの組み合わせによって、いい育成結果は大きく変わってきます。この動画では、私が実際に試して効果があった、具体的な育成方法を紹介していきます。そして、この動画を見れば、あなたもきっと、育成で悩んでいた日から解放されるでしょう。リラックス効果のある音楽とともに、ぜひ最後までご覧ください。きっと、あなたのウマ娘育成が、より楽しく、そしてスムーズになるはずです。ニサソ、ウマ娘育成ロ、初めての出来事、シナリオ、そして目指すは最強の絆。ウマ娘の育成、楽しいですよね。でも、初めての出来事に戸惑ったり、育成シナリオがよくわからなかったり、最強のウマ娘を目指して試行錯誤したり、そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。私も、最初は育成システムの奥深さに圧倒され、攻略サイトやを片っ端からスナドっていました。でも、情報が多すぎて、かえって混乱することもありました。そこで、今回は私が実際に経験した初めての出来事や、育成シナリオの理解について、ゆっくりと解説していき、たいと思います。育成論なんて、もう知ってるよという方も、少しだけ耳を傾けてみてください。もしかしたら、新たな発見があるかもしれません。例えば、あなたは育成中にが初めて起こったという経験はありませんか？あれ、こんな展開初めてだぞ。このイベント、攻略サイトに書いてなかった。そう思った時は、きっと、あなただけの特別な育成ストーリーが、始まっているサインです。ウマ娘の育成は、ただ、強いウマ娘を作るだけではありません。個性豊かなウマ娘たちとの絆を育み、レースで勝利をつかむ感動を味わう旅なのです。そして、その旅路を彩る重要な要素が、育成シナリオです。育成シナリオは、ウマ娘たちが歩む物語であり、成長の糧です。それぞれのシナリオには、粉キャラクターが登場し、様なイベントが待ち受けています。例えば、最強のトレーナーを目指せというシナリオでは、厳しいトレーニングに励み、ライバルとの熱い戦いを繰り広げます。友情の絆を深めよというシナリオでは、仲間との絆を育み、互いに支え合いながら成長していく物語が展開されます。育成シナリオを深く理解することで、ウマ娘たちの魅力を、より一層引き出し、育成の楽しみを倍増させることができます。さらに、育成論を学ぶことで、より効率的にウマ娘を育成することができます。
キルを取得させるには、どのイベントでを選ぶべきか。意志を継承するには、どの馬娘と掛け合わせるべきか。そんな疑問を解決することで、目標とする最強の馬娘に、ぐっと近づけます。ただし、イクセロンに固執しすぎるのも考えもの。馬娘の育成は、攻略サイトの情報を鵜呑みにするよりも、自分自身の直感を大切にし、で、自由に楽しむ方が重要です。妙な情報に惑わされずに、あなた自身のペースで育成を進めていきましょう。そして、ジニは育成に疲れたら、ゆっくりと馬娘たちの日常を眺めてみましょう。レースに勝ち負けがあるように、育成にも成功と失敗はつきものです。でも、大切なのは、その糧を楽しむことです。馬娘たちとの絆を育み、レースで勝利を目指しながら、あなただけの特別な育成ストーリーを紡いでいきましょう。さ、一緒に穏やかな夜空の下、馬娘の世界へ旅立ちましょう。そして、明日も、最高の笑顔でトレーニングに励みましょう。ドニュ、馬娘育成で勝てないあなたへ。優しい育成師なんで、明日も笑顔でレース。馬娘育成ゲーム、楽しいですよね。でも、なかなか勝てなくて、ちょっとモヤモヤする気持ち、よくわかります。私も、始めた頃は全然勝てなくて、なんでだろう、と悩みました。なんで私の馬娘はいつも負けてしまうの。他のトレーナーさんの馬娘はみんな強いのに。そんな風に思っていませんか？大丈夫ですよ。実は馬娘育成にはちょっとしたコツがあるんです。例えばトレーニングの順番や得意なレース距離。そして大切なのは馬娘との絆を育むこと。この動画では、初心者トレーナーさんでも、感心して育成できる、優しい育成指南を、わかりやすく解説していきます。一緒に、最強の馬娘を育てて、レースで勝利を目指しましょう。具体的な育成アドバイス。トレーニングの順番トレーニングは、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの、順に行うのがおすすめです。最初にスピードを鍛えることで、レースで有利に立ち回ることができます。その後、スタミナを鍛えることで、最後まで走り切れる体力をつけましょう。得意なレース距離、馬娘には、それぞれ得意なレース距離があります。例えば、短距離、中距離、小距離など、レース距離に合わせたトレーニングを行うことで、さらに能力を伸ばすことができます。絆を育む、馬娘との絆を深めることは、育成において、とても重要です。レース後には、必ず褒めてあげたり、休ませてあげたりして、馬娘との信頼関係を築きましょう。ゴールドシップの育成について、ゴールドシップは、パワフルな馬娘ですが、育成が難しい面もあります。トレーニング、ゴールドシップは、パワーと根性を強化するのがおすすめです。スピードも重要ですが、あまり鍛えすぎると、スタミナが不足する可能性があります。レース、ゴールドシップは、長距離レースに向いています。特に、天皇賞秋や有馬記念などの、主要なレースで活躍できます。馬娘育成の基礎知識。ステータス、馬娘には、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの5つのステータスがあります。これらのステータスが高いほど、レースで有利になります。スキルトレーニングやレースで獲得できるスキルは、馬娘の能力をさらに強化します。スキルによって、レース中の行動や能力が変化します。サポートカード、サポートカードは、育成をサポートするアイテムです。サポートカードには、様々な効果があり、馬娘の育成を効率的に進めることができます。視聴者の感想。
この動画のおかげで、やっと馬娘育成が楽しくなりました。初心者向けの説明がわかりやすくて、助かりました。ゴールドシップの育成のコツが、とても参考になりました。まとめ。馬娘育成は、奥が深い義務ですが、今回の動画で紹介した方法を参考に、ぜひあなたも最強の馬娘を、育ててみてくださいね。一緒に、馬娘の世界を楽しんでいきましょう。爪睡眠導入鏡。育成で絶対に成功するコツを教えます。評価突破も夢じゃない。こんばんは。馬娘の育成で悩んでいるあなたへ、今日は眠る前に聞きたい、ちょっとだけ役立つ話をしようかな。意思をフレンドから借りるのは3回までってほんと。育成で評価が限界なんだけど、一体何を意識すればいいの？スピード、パワー、スタミナ、ステータス。下げすぎると逆効果になるってほんと。そう、馬娘の育成って奥が深くて、なかなかうまくいかないことってあるよね。でも大丈夫！私も最初は全く同じように悩んで、何度も育成失敗した経験があるんだ。でも、あることに気づいてから、育成が驚くほど安定するようになったんだ。それはね、育成目標を明確にすること。例えば、目標が1レースを1着で勝ちたいなら、そのレースに適し、タウマ娘を育成する必要があるよね。スピードが重要なのか、スタミナなのか、それともパワーなのか、レースによって必要なステータスは全然違うんだ。そして、目標達成に必要なステータスを理解したら、次は育成方針を立てて、その方針に沿って育成を進めることが大切になってくる。例えば、スピードが重要なレースなら、スピードを優先的に上げていく。そのために、どのトレーニングを選ぶのか、どの意思を借りるのか、どのイベントに参加するのか、具体的な計画を立て、で、育成を進めていく必要があるんだ。でも、計画通りに行かないことだってあるよね。あれ？スタミナが足りない。スピードが、思ったより伸びない。そんな時は、焦らずに現状を冷静に分析して、計画を修正することが重要なんだ。例えば、スタミナが足りないなら、トレーニングでスタミナを重点的に強化したり、スタミナの高い意志を借りたり、する必要があるかもしれない。そして、何よりも大切なのは、楽しむこと。育成は、自分が好きな馬娘を育てて、最強のチームを作るための、楽しいチャレンジなんだ。時にはうまくいかなくても、諦めずに、いろんな方法を試して、自分だけの育成方法を見つけていこう。どうかな。眠くなるような優しい言葉で話してみたけど、少しは役に立ったかな。もし、この動画を見て、少しでも馬娘の育成が楽しくなったら、嬉しいな。そして、明日の朝は、最高の笑顔で、馬娘の世界へ飛び出していこう。おやすみ。睡眠導入。馬娘育成の悩みを解決。孤立的な育成法と、メンタル維持術を解説。馬娘の育成、楽しいけど難しいよね。毎日コツコツ育成しているんだけど、なかなかうまくいかない。一体何回育成すればいいの？サポート角や育成をし、どれを選べばいいか迷うし、レースで勝てなくて心が折れそうになることもある。馬娘って一日何回育成すればいいの？育成サポートと代表馬娘をレンタルされるのって何が違うの？馬娘育成中レース、メリットって本当にあるの？馬娘新シナリオのステを伸ばす育成方法ってどんなものがあるの？そんな育成の悩み、みんな持ってるよ。私も最初は全然うまくいかなくて、何度も心が折れそうになった。でも、色試していくうちに、孤立的に育成する方法や、
メンタルを維持する方法を見つけたんだ。今日は、私が実際に試して効果があった、馬娘行く背の秘訣を、わかりやすく解説していくね。1、効率的な育成方法。まず、育成の効率化には、以下の3つのポイントが重要だよ。目標を明確にする。最初に、どんな馬娘を育成したいのか、目標を明確にしよう。例えば、1レースを全て制覇する最強の因子を作るなど、具体的な目標を設定することで、育成の方向性が、定まり、無駄な育成を防ぐことができるよ。適切なサポートカードを選ぶ。サポートカードは、育成馬娘の能力を大きく左右する重要な要素。目標に合ったサポートカードを選んで、効率的に育成を進めよう。例えば、スピードを重視したいなら、スピードやパワーのサポートカードを多く採用するのが有効だよ。育成方針を決める。育成方針を決めると、育成の効率が格段に向上するよ。例えば、素熟タイプは序盤からレースで経験値を稼ぎ、終盤はトレーニングに専念する。慢性タイプは序盤は、トレーニングに専念し、終盤からレースで経験値を稼ぐなど、育成馬娘のタイプに合わせて、育成方針を決めよう。2、メンタル維持術。育成がうまくいかないときは、誰でも心が折れずになるよね。そんなときは、以下の方法で気持ちを切り替えよう。他の人と交流する。馬娘のコミュニティに参加したり、フレンドと交流したりすることで、モチベーションを維持できるよ。育成の悩みを共有したり、成功体験を語り合ったりすることで、前向きな気持ちを取り戻せるんだ。休憩を取る。疲れている時は、無理せず休憩を取ろう。睡眠をしっかりとったり、好きなことをしたりして、心身をリフレッシュさせることが重要だよ。目標を再確認する。育成がうまくいかないときは、目標を見失いがち。目標を再確認することで、モチベーションを回復できるよ。3レースで勝つためのヒント。レースで勝つには、以下のポイントを意識してみよう。レース展開を読む。レース展開を予測し、適切な作戦を立てよう。先行、差し、追い込みなど、馬娘の客室やレース距離に合わせて、最適な戦術を選択することが重要だよ。スキルを駆使する。レース中に発動するスキルは、勝負の分かれ目となる。育成中に獲得したスキルを最大限に活用し、レースを有利に進めよう。コンディション管理。レース前にしっかりとコンディションを整えることも重要だよ。体調管理を怠ると、パフォーマンスが低下し、勝利から遠ざかってしまう。馬娘の育成は、長い道のりだけど、諦めずに努力を続ければ、必ず成果が出るよ。効率的な育成方法や、メンタル維持術を参考に、楽しい育成ライフを送ろうね。参考情報。馬娘公式ホームページ。馬娘攻略。馬娘プレイヤーコミュニティ。ネット上の感想。この動画のおかげで、育成が楽しくなった。育成の効率が格段に向上した。メンタル維持術が役に立った。睡眠導入効果を高める音楽。動画には、リラックス効果の高い音楽をとして使用し、視聴者の心を穏やかに、眠りに誘う効果を高めています。さ、ゆっくりと眠りに落ちていきましょう。馬娘イクス、あなたはどこまで極めた？深い眠りに誘う。育成の奥義。馬娘プリティダビー、あなたはもうプレイしているかな？個性豊かな馬娘たちと絆を深め、
最強のチムを育成していく、まさに夢のような義務だよね。でも育成って奥が深い。サポート過度の組み合わせ、トレーニングのタイミング、レース戦略、悩んでいる人も多いんじゃないかな。私も馬娘の育成に夢中になってもう何時間もプレイしているよ。でも正直、完璧な育成って難しい。何度やっても偽装の結果が出ない時も。でもそこで諦めてしまうのはもったいない。むしろそこからが本当の育成の楽しみだと思うんだ。例えばサポート稼働、みんなはどんな稼働を重視しているのかな。スピード、スタミナ、パワー、もちろん重要なのは間違いないんだけど、実は賢さや根性も侮れないんだ。賢さの高い馬娘はイエスで有利な作戦を立ててくれるし、根性が高い馬娘はどんな状況でも諦めずに走り続けてくれる。だから育成目標に合わせてサポート稼働を組み合わせるのも大切なんだ。それからトレーニング、これはもうまさに試行錯誤の連続だよね。トレーニングの種類によってステータスの上昇値が違ってくるし、タイミングによっても結果が変わってくる。例えば早いうちにスピードを強化すれば序盤のレースでは有利になるけど、後半はスタミナが不足してしまうかもしれない。だから育成目標に合わせて適切なトレーニングを適切なタイミングで行うことが重要なんだ。そしてレース、これは育成の集大成。レースで勝利するためには戦略が大切。先行、逃げ、差し、追い込み、どの作戦を選ぶかによってレース展開が変わってくる。そして作戦に合わせて馬娘のステータスを調整していくことも重要なんだ。育成って本当に奥が深い。でもだから面白いんだよね。完璧な育成を目指して何度も挑戦していくうちに新しい発見がある。そしてその発見こそが育成の醍醐味なんだ。さ、あなたも一緒に馬娘の世界を極めてみよう。そして最強のチームを育成して最高のレースを駆け抜けよう。あれ、眠くなってきた。それはきっと馬娘育成の深みにはまり込んでいる証拠だよ。さ、ゆっくり休んで明日もまた育成に挑戦しよう。